ジェスティーマークです。今年もついにモテたいの時がやってまいりました。今年の開催はコロナの影響でどうなるかと思ってましたが、今年は7時間耐久はなくなりまして、3時間耐久のみのレースとなっております。それでも開催されることは良かったことと思います。今年のモテ大で私が注目しているのが、何といってもスーパーレジェンドチームです。スーパーレジェンドチーム初参戦なんですけども、このスーパーレジェンドチーム、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、70年代80年代に WGP で世界チャンピオンとして活躍した片山隆純さん、69歳、それと74歳となった川崎の清原明彦さん、そして還暦を迎えた塚本昭一さんのチームです。片山さんは YouTube の動画ライドでもお話ししておりましたが、35年ぶりのレースだそうです。久しぶりのレースをするにあたっていろいろなトレーニングを行っていると YouTube でも伝えております。早く片山さんの走りが見たいものです。それと楽しみなのが、川崎のイメージしかない清原さんと塚本さんが今年このモテタイで CBR で、ホンダの CBR でレースをするということです。なかなか見れないのかなというふうに私自身は思っております。それと私毎年ですね、注目して応援しているウイズミーレーシングチームなんですけれども、今年はですね、メールで確認したところ、ウイズミーレーシングチームは今回は参戦しないということのようです。ちょっと残念ですね。丸山さん頑張ってほしかったんですけども。それと注目はですね、ヤングマシンチームですね。ヤングマシンの BM がどこまで走ってくれるのか楽しみです。まあそのあたりですね、注目の片山さんをはじめヤングマシンチームなど中心に収録していきたいと思います。今はまあスポーツ走行ではあるんですけども、まあフリー走行の段階です。明日がですね、本番の3時間耐久になります。今日は各チームコンディションを見ながらチューニングとかされるかと思います。それではですね、よろしくお願いします。3時間決勝レーススターティンググリッドをご紹介してまいります。続いて5番グリッドいきます。ゼッケンは11位、ブルーアイズ&レジェンドです。五十嵐選手、塚本一平選手、清原選手、塚本昭一選手、片山選手組、あ、塚本選手スタートライダーなんですね。頑張ってください。頑張れー。スタート10秒前、9、8、7、6、5、4、3、2、1、今スタートになりました。第1グループからスタートをしていく。さあ、いいスタートを切っていくのはどのチームだ。4番グループのチーム3名がいいスタートを切っていく。
まもなくモテたい、今年の3時間終わりに近づいてまいりました。先ほどですね、ライドの山ちゃんにお会いいたしまして、片山さんどうしたかお聞きしたところ、片山さんですね、2周目で転んだそうです。私姿一周見ただけでですね、カメラに収めることできなかったんですけども、どうしたかと思ったら、転倒したそうです。体の方大丈夫だったんでしょうかね。大丈夫かな、心配です。大丈夫ならね、最後の周回ぐらい出てほしいなとは思うんですけど、どうでしょうかね。どんな状況かちょっとわからないんですけども、ラグマシンチームもですね、途中転倒がありまして、その後今復活したんですけども、今走ってますね、これですね。実際最終的に何位ぐらいになるのか、残り3分で11号車片山チームがスロー走行になったようです。なんと残り3分で片山チームがスロー走行というアナウンスがありました。どうして？帰ってこないですね、やはり11号車が帰ってきません。ヤングマシンチーム頑張ってる。11号車帰ってこない、やはりトラブルですかね、マシントラブル。残り3分というところでマシントラブル。残り1分です。11番、やってきました。お疲れ様、お疲れ、もうスローダウンでやっとなんだね、燃料にね。スロー走行、まあ初戦ですからね、11号車、ピットの手前で止まっちゃうか。さあ今ライダーは手押しですね、ピットの方にマシンを持ってきているんですが、さっきちょっと止まっちゃってね、再スタートが切れたんですけれども、11号車はライダー押すんですね。頑張れ。さあ最後ピットには入らず、
ここの森なんですよ。頑張って。最後の最後力使い切ったところです。ねえ、さあ最後マシンがちょっと言うことを聞いてくれませんでした。ビクトリーコーナーに向けてゆっくりと一番なるべく R の小さい負担のかからないラインを通って、まもなくストレートに戻ってきます。長い長いメインストレートになってると思います。頑張れー。さあそして各チームなんですけれども、ゆっくりとですね、いわゆるクールダウンラップということでね、速いチームはダウンストレートあたりに戻ってきているでしょうか。この後各チーム最終の進行を務めたライダーたちがメインストレート戻ってきます。あと手番番であるんですね。それこそホンダとヤマハで長くいわゆるこの日本のレースの黎明期を支えてきた、あと川崎のライダーもいらっしゃるんですけども、その黎明期を支えてきたレジェンドのライダーたちがブルーライズとチームを組むことになりまして、そして、高山選手を擁して、まあ、昨シーズンから実は参戦するっていう話でね、いろいろこう地方を動いていらっしゃいまして、今シーズン本当に楽しみにしていたんですが、まあ、3時間になってでも参戦をしてくれましてね、若手のライダーたちとこう組んで、まあ、息子さんたちと組んで出ることになったんですが、こんなドラマになるとはっていう感じですね。さあ、チェッカーフラッグは今パストで振られている。もうあと腕の力なんてほぼないと思うんですよね。もうなんかこう、どこも元気じゃないけど、もう脱足しかないみたいなね、感じをしてると思います。あともう少しです。あともう少し。150メートルぐらいっていうと、ライダーにとっては長く感じちゃうのかもしれませんが。14番手、三徳 RT、ファンファクトリー、立脇アット、ジップ。さあ、そして今11号車、見事チェッカーを。おめでとう。そして、すごい。15バックまでご紹介したいと思います。頑張りましたね。マクハリ&NR& ガムチョということになっています。トップ15。さあ、クラスごとの順位です。トップ3ご紹介しておきましょう。